塩釜港、塩釜港の一途震災前の塩釜港。塩釜港は、宮城県塩釜市を中心に、松島湾内にある港湾施設の通称。正式名称は、仙台塩釜港、塩釜港区。港湾法上の国際拠点港湾に指定されている。奈良時代から平安時代にかけて塩釜港は、 道の区国の国府県守府である多賀城の外交の一つであった。今は内陸になっている高津町が国府の港を意味する構図ではないかと推定されている。なら、平安時代には塩釜は有名な歌枕であり、平安時代前期の左大臣、源、徹の邸宅、六条河原の院には塩釜の港を模した海水に満たされた池があった。 中世には千画の裏と呼ばれ、塩釜神社の門前町、港町として、また歌枕としても知られた。一方、仙台湾側には、現在の仙台港がある場所にかつて七北田川の河口及び川口港の港浜があり、千画の裏と共に、多賀城の外港となっていた。江戸時代の漢文年間に船入り堀が開作されると、 それまで塩釜に上がっていた船にがここを素通りし、七北田川河口の加口に向かうようになった。この結果、船にを仙台城下へ運ぶ、打賃収入を得ることができなくなった塩釜は、調落した。すると、上京二年、歴史ある町の水尾を惜しんだ仙台藩第四代藩主、伊達津名村は、船にの内商人荷物と五十州物。 材木の塩釜経由を義務付けた。これにより、塩釜は仙台の外交として栄えることになった。また、建て騒動に伴って仙台城下町での遊郭営業が禁止されたため、塩釜に遊郭が移って花町としても賑わった。塩釜の商工としての欠点は土砂で埋まって浅くなる傾向があることと町を入れるべき平地が少ないことであったが、 江戸時代には、春節を欠かさず機能を維持した。明治時代の廃藩地県で、塩釜は特権を失い、伸びる実行に力を入れた政府の方針で、港湾機能が著しく低下した。港湾修築は、伸びる港が不調をきたしてからで、海面を埋め立てて、港湾用地、工業用地を広げ、合わせて、岸壁を作ることを基本とした。 その始まりは1882年で、北と南に包みを築いて埋め立てた。現在の東北本線である、日本鉄道本線の仙台区への建設に際し、1886年6月に、日本鉄道株式会社が南側を埋め立てて、港湾設備を整える工事を始めた。日本鉄道はここから資材を荷上げして、仙台に向けて線路を敷き、 1887年に、塩釜駅を開業させた。続いて1888年に北側も広く、埋め立てられて、工業用地となり、塩釜は前に勝る繁栄を迎えた。1910年に、塩釜港は、第二種港湾に指定され、港湾施設の整備が進んでいった。それまで200トン未満の船舶しか入港していなかった、塩釜港は、 1923年に800トン級の船舶が1925年には1000トン級船舶が入港できるようになり、さらにその後の春節によって5000トン級の船舶が入港できるようになった。この頃の塩釜港には三陸海岸や北海道との間に定期船が就航していた。1900年塩釜と気仙沼、宮古。 釜石といった三陸沿岸諸都市との間に東京湾汽船が運航を始め、1908年には同じ航路に三陸汽船が参入した。1928年になると、釧路航路、函館航路が開設された。戦後になると、塩釜港はそれまでの商港としての機能に加えて、工業港と漁港の機能も整備されていった。1971年、 仙台市東部の長浜を掘り込んで仙台港が作られ塩釜港仙台港区として開港した。これ以降仙台市の外港としての役割は塩釜港から仙台港に移り2001年になると塩釜港は仙台塩釜港塩釜港区と名称を変えた。2011年マグニチュード9.0の東北地方太平洋沖地震により塩釜は 津波の被害を受けたが、松島の島々に守られていたため、近隣の沿岸地域に比べて被害が少なかった。旅客ターミナルである、マリンゲート塩釜があり、日本三景松島への遊覧船や、松島湾内に浮かぶ裏戸諸島への、塩釜市駅船が発着している。また、東北地方を管轄とする、海上保安庁の第二管区海上保安本部が置かれ、 巡視船が配備されている。塩釜港は、マグロの漁獲港が、日本で最も高い港である。また、塩釜港に隣接して、缶詰工場団地があり、かまぼこ、ちくわ、さつま揚げ等の魚肉練り製品生産量が、日本で最も多い。毎年、日本産、大船祭りの一つである、塩釜港祭りが開催されている。戦前から造船所が設置されている。 1910年に設置された三陸基線の修理、工場は、その後経営主体は変遷式後も拡大したが、1987年以降は、東北ドック鉄鋼及び、東北重機工事により運営が行われている。ありがとうございます。